あのね、帽子はね、寝癖隠しなんですよ。だからね、深夜に起きて動画撮るじゃないですか。動画撮るってことは真っ先に自分の顔が映るんですよね。で、髪が爆発したら、あ、かぶろうみたいな感じでこうなるんですよね。まあ、ということでね、今日の放送なんですけども、成功の定義なんですけども、確かに成功の定義は人それぞれで、どうでなければならないってことはもともとないわけですよね。まあ、高度経済成長期に多くの方が思い描いたやった成功っていうのは、まあ、学校で勉強を頑張っていい成績取って少しでもいい会社に入って、そこで20代のうちに結婚と、それから生涯の自分の仕事を手にしてですね、でそこからまあ豊かな家族生活を送って豊かな老後に突入ということで、年金暮らしで第二の人生みたいな形だったんじゃないかなと思います。それは時代背景的に私はね、それで良かったんだと思うんですよ。多くの人がその道を歩んで、ああよかったよかった、自分の人生成功だと思えたから、1億人がね、この国が強く支えられたんじゃないかなと思うんですよ。でもある程度この国が高いレベルで生活水準を手に入れた時に、なんかそっからね、人っていうのは生活基本動作から QOL っていう、なんか生活の質を求めるようになったんですよね。で、少しでも人と違う人生が送りたいとか、もっと個性的な商品が欲しいとかサービスが欲しいとかっていう風になってきて、それに応えるように隙間産業っていうのがどんどんできてきたということですよね。で、そっからは中小企業の時代になってきたと思うんですよ。大手企業から仕事を分けてもらって下請け孫請けっていう時代から、中小なんだけども商品提供してる、サービス提供してるのはうちしかないですよみたいなのがたくさん出てきて、そして淘汰されていったりとかしてね。で、今は本当なんか少数のニーズに向けた商品が高値で売れるようにもなって、その一つが、まあ、レプリカカーとかじゃないかなと思うんですよ。確かにこの令和の時代にわざわざね、昭和のレプリカカー欲しい人っていうのは少ないと思いますけども、でも少ないだけにものすごく思いが深いんですよね。で、その人の成功がきっとそういった昔のレプリカの車を手に入れることだったり、なんか特別なね、家とか別荘を手に入れることだったり、ヨットで旅をすることだったり、それこそね、まあマグロを釣りに行くみたいなね、カジキマグロを釣りに行くぜみたいなのだったりするのかなと思うんですよ。まあ中にはね、ゆったりと隠居暮らしをしたいっていう人もいたりとか、あとはね、やっぱこう家族と共にのんびりと過ごしていくって道も選ぶと、まあ本当にバラバラになってきたのかなと思うんですよ。でもバラバラになって、成功モデルがそれぞれとは言っても、でも一つね、こうなんじゃないかなって言えることがあるとしたら、自分が決めた通りにそれができるっていうのが成功なんじゃないかなと。自分はこうしたいんだけども、でもできなかったっていうのはちょっと成功から漏れちゃうのかな。そして別の成功、もうちょっとね、妥協した成功に、向かっていくしかないのかなと思うわけなんですよ。だからそれが一つ後悔につながっていったりとか、虚しさにつながっていったりするのかなと。そしてロスジェネ世代っていうのがありますけども、私の世代ですけどもね、ロスジェネ世代っていうのは一回も目指せるチャンスが制度によって行われなかったっていうね、非常に不利な状況というか、気の毒な状況というかね、ひどい時期だったと思うんですよ。これ例えて言えばね、なんですかね、戦時教育のあった時代、昭和、10年とか、あの辺ですよね。生まれた時にね、将来の夢は軍人しかなかったというね。で、その頃の、なんかその、戦争に行かれた方とかね、徴兵された方とか、昭和の初期に生まれた方のお話を聞くことがあったんですけども、自分は二十歳前後で戦争で死ぬってことが生まれた瞬間にもう認識していた、決まっていたし、そういうふうに思っていたし、そういうふうな指導だったと。だから30代40代の先のことなんてのは話題に出たこともないっていうふうに言われてましたね。当然老後って言葉すらなかったみたいで、なんかそう考えるとね、私たちは今70代80代のことも考えながら老後に怯えてますけども、戦時下では70代80代なんて夢のまた夢というね、なんか妙な感じしますよね。平均年齢 40.8 歳ですよ、当時、昭和20年。何なんでしょうかね、これはね。だから時代背景でこれだけ変わるんだなっていうのと、今この時代長生きできるようになったんだけども、長生きがリスクになることとかね。で、戦時下では長生きしたくても、その想像すらしなかったよ、30代、40代のこと。そんな時代もあって、朽ち果てていく男の命。散る桜、残る桜も、散る桜。今日はそんな一文で終わってみたいかと思います。